長岡市立図書館は、新潟県長岡市の公立図書館の総称。中央館は、長岡市立中央図書館。中央館機能を持つ長岡市立中央図書館の、他に、長岡市立多外村文庫、長岡市立西地域図書館、長岡市立南地域図書館、長岡市立北地域図書館、長岡市立中野島地域図書館、長岡市立寺泊地域図書館、 長岡市立寺止まり地域図書館大川津地区図書室、長岡市立栃木地,地域図書館の七館一室の地域館がある。2014年10月21日、互い村文庫内に所在する長岡市立中央図書館文書資料室は、長岡市災害復興文庫を公開した。新潟県中越地震を受けて、収集保存した被災歴史資料。 災害復興関連資料で構成されている。かつては公立図書館としては珍しく、ーブックにて、関石の目録データベースを提供していた。昭和初期の互い村文庫長岡市立中央図書館は、長岡市立図書館の中央館で、1987年3月6日に、開館。建物は、鬼頭あずさが設計。鉄骨、鉄筋コンクリート作り3階建て。 延べ床面積5029.87平方メートル。美術センターを併設し、駐車場台数は263台。長岡駅東口より、徒歩約15分の立地で、長岡市民体育館や新潟大学、教育学部付属長岡中学校、小学校に隣接する。自動車文庫移動型の自動車文庫として、米百票号1号2号が市内を巡回している。 ありがとうございます。